明日のガチャでユニサガラ角田が来たらガチャ券ぶっぱします。ミストです。本日はですね、アテレコ実況なんですけども、 SG 高校でね1万点を出していこうという企画でございます。アヘ編でね早速やっていきたいと思います。いや、あと1個でね、私実はねシナリオ社長にね就任できるので、まあ一番可能性があるのはね、残りの高校で見た時に SG 高校ではないかと思いましたので、このね土日の休日を利用してやっていきたいと思います。はい。まあやることは基本的にね、まずは評価上げをしてタックを待つ。タックが渋い時は何でしたっけ、ミッションに行って美味しいねところで経験点を稼いでいくという感じでございます。いやー、まあ今回はね、いろいろとね見どころがありましたね。まあぜひね最後まで見ていってください。まあその最後まで見てくださる視聴者のモチベーションというのはね、私のトーク力にかかってくると思いますので、そこは頑張ってつないでいこうと思います。まあ序盤は結構いい感じで能力上げというか評価上げができてるかなという感じですね。ミッションもね全カットしようと思ったんですけど、まあ結構ね SG 高校知らない人も多いと思うんで、これを機にねぜひ見ていってほしいなという思いはあります。ちなみに私がパワープロを始めてからね一番多くプレイした高校がね SG 高校なんで、ミッションに関してはねもうものすごい自信を持ってますね。失敗することはほぼほぼないですね。まあ構成するメンバーによってはね、まず不可能というミッションも何個かあるんですけども、基本的には大丈夫です。なのでぜひ見ていってください。納金よりね SG やってた自信ありますからね私、実は。はい。まあ最初のミッションはね、目つぶっててもできると思うんでちょっと持ったけど、さあこのゆっくりした感じ非常に眠気を支えますね。初めて見るっていう人も多いんじゃないですか SG 高校のこの感じ。まあ今はね本当にもうシラスとか名教とかダンジョンとかね、もう簡単に SS 以上が作れる高校が出ちゃいましたがね、昔は SG 高校で S5 とか S6 作れたらすごいなみたいなのありましたからね。でこの SG 高校ね、年明けですか、にゃんこ大戦争とコラボするみたいなんで、そこはちょっと楽しみですね。ミッションもかなり強化されるのかな。ちなみに SG 強化っていうのはね、未だに来てないんで、ちょっとね、金徳とかを増やしてくれたらワンチャンね、ワンチャン、すごい選手が作れる高校になっちゃうんじゃないですかね。と、私は密かに期待を抱いております。まあ別に、なんて言うんだろう、飽きるとかはなくてね、結構楽しめる高校なんでね。まあ、どっちかっていうと、練習よりもミッションをこなす高校でしたけどね。まあ今は時代が変わって、こういうね、アヘ編でね、ポイントを稼げるようになったんで、本当に時代の移り変わりを感じてます。さあ、こういう渋い練習の時にミッションに行きます。星の数によって難易度が変わるって感じですね。さあ、この序盤の星さんは結構難易度が高いですけど、まあここ私のプレイングをぜひ見ていってください。今回、編成メンバーにね、ガードとバウンサーがいないんで、そこはちょっとね、苦戦したところではありましたね。まあ、ただ、熟練度が違うんで、レベルなんて関係ないです。さあ、まあ、このね、道中の金塊も入手していくことによってね、ポイントに還元されるんで、もう、ポイント還元、みたいな感じなんでね、ぜひ取っていきたいところですね。課金したら 5% 返ってくるみたいな感じです。さあゴールはもう目前だが、こっからちょっとねゴールが近づくにつれてちょっとハードになっていくっていう感じですね。さあレンジャーの体当たりごときじゃ、この青い敵はビクともしないですからね。レンジャーは基本的にアイテム回収係で、もうレンジャーじゃないや、スナイパーでゴリ押すって感じですね。ダンジョンではスナイパーゴミですけど、この SG 高校においてはバウンサーじゃないや、スナイパー結構強いですからね。さあ、いらないキュッキュイベント、日直をきちんとこなしていく。ただ、渋いですね。さあ、回復のミッションがあるといいんですけど、ないと。
ということで、休みましたね。ここはいい選択だと思います。さあ、課金バシンで、序盤のね、このチームメイト評価アップは美味しいですね。さあ、ワンタックだが、ここは行くのか？どっちに行くんだ？変化に行きましたね。まあ、変化球の練習レベルを上げるという面でも、ここはいい選択だったのかなと思います。さあ、ここでいいタイミングで回復イベント。これはありがたい。神楽の強みですね。さあ、この次はどうするか。うん、渋いですね。こういう渋い時はもう即ミッション。即ミッションに行くという感じです。今ね、当てれこしてて思ったんですけど、同じミッションはカットすればよかったと、今、非常に後悔しております。見どころねえもんな。さあ。いやー、これはカットでよかったなー。これ当てれこするとね、もう録音しちゃってるんで、カット編集はもうできなくなってしまうんですよね。というのは置いときまして、ちょっと新大谷のお話でもしましょうか。挑戦者大谷がね、おそらく明日来ると思うんですけども、金徳が野手で精神的支柱なんですよね。これがもし確定なのであれば、かなりのね、強さを秘めてると感じてしまいますね。どうだろう。なんか、支柱で確定っていうのがね、あれか、浴衣みそのしかいないですからね、今までで。どうなんだろうな。まだ大谷も私と同じ23歳でしょ。23歳を精神的支柱にしちゃダメな気がしますけどね。という話をしてたら、セクイチ終わりに激アツタックが来ましたね。これ、虹谷がびっくりしてたら、じゃないよ、タックできてたら完璧だったんですけどね。これはね、このタックを引いたときに、あ、1万点いけるっていうね、確信が持てましたね。さあ、この400点くらいの練習を踏んでいく。で、大谷はコツ見た感じでもなかなか強いですし、まあ、しらすだったらもちろん無限指導だと思うんで、ちょっと化けるんじゃないかな。ただ、精神ポイントを使うんでね、支柱といえど。まあ、ユニサガラとの併用が結構難しいのかなとは思っちゃいますけど、ここでルシファーの神タイミングイベント。まあ、調子極端なんて関係ありません。さあ、ここはね、残り、ナルミと友沢だけなんで、評価を上げていく。そして、いいですね。なかなか早いタイミングでね、全員の評価をピンクにできたのではないかと思っております。はい。さあ、タックはどうでしょう。うわー、ここもナルミがね、ナルミがやっちゃってますよ、これ。でもまあ美味しいです。200点練習。ありがたいですね。で、まあ、新大谷をね、ダンジョンで使う場合はね、やっぱコンボがないんで、使いづらいというのはあるんですよね。で、まあ、この回復イベントの起こり方が神でしたね。でも、ただ19%ということで、ちょっと不安。ここでね、マックスパワードリンク、持ち込んだマックスパワードリンクを使うかね、すごい調光しながら今得の取ってるんですけど、どうするんでしょうか、過去の自分は。19% なら全然攻めていいと思うんですけど、ただ使える時にね、使わないとね、アイテムは。絶対もったいないと思うんで、ここはかなり迷いましたね。さあ、ここで選択をしていく。これで体力回復手段は断たれました。この選択がどう生きていくのか見ものでございます。まあ、ハテナ枠の明日来る2人？これがマジで誰なんだというね。サンタキャラをもう出してくるのかという、あれもありますけどね。それか、佐伯あたりが来るのか、はたまた、誰かがユニフォーム化するのか。ユニフォーム化してないキャラで言うと、次誰だ？次は誰だ？ちょっと待って、相良が来たってことは、サイビー？ダンジョンの次って、赤月か？ユニスミか？まさかのユニスミか来る？いやー、それはまさかすぎるな。なんか強そうだな。スミカって確かコメントでもいただいたんですけど、空手とかないらしいんですよね。
ってなるとちょっと楽しみなんじゃないか。しかも精神の供給量高いですからね。サガラと相性がいいですね。いやーどうなっちゃうんだろう。ちょっと楽しみだな。あと考えられるところで言うと出てこないんですけど、まあ楽しみにしておきましょう。まあきっと私もガチャ引くでしょう。 SR ガチャ券がまあ2枚あるんでね、そこでちょっと狙っていきたいですね。さあダブルを踏んで、うん、ここは迷わず踏みましょう。足がしびれるんだよな。さあここでなんとなんと天才覚醒千丸つく。即携帯を投げました。これは何をしてくれたんだと。もうねこういうのばっかだからね、本当にこれが暁、前の暁とかで来てくれればいいのに、このクソどうでもいい SG のね1万チャレンジで来るという、もう不愉快極まりないですけど、まあ切り替えていきましょう。さあ友沢が早くも完走じゃないよ、2回目。ここ休んでおいてよかったですね、体力依存なんで。でルシファーが1回目。いやーこの天丸覚醒はね非常にショックでしたね。で練習が渋いということで、これはミッション行くでしょう。ただミッションも渋いんだよねこれ、うん、経験点もそんなに変わらないということで、ここは緑の通りすがりのコーチを選んでいきます。でここで回復イベントちょっともったいなかったですね。ただポイントをいっぱいもらえるのを選んでいく。そしてクリスマス前にトリプルタックを引いていく。これは美味しい。クリスマスは一応ねタッチカーで回復できるんでね、これは非常に美味しいです。さあここでナルミがコツくれなければさらにグッドベターベストだけどくれちゃう。まあまあまあ回復があるんでね、全然 OK です。これテイク4くらいなんですけど、テイク3くらいの時にね大丈夫博士来ましたね。初めて見ました。経験点29オールだったかな、まあ、そこそこかなとは思いましたけど、でもクリスマスに体力下げてくるのはちょっと嫌でしたけどね。さあ変化を4方向を取っていく。うん、渋いですね。ミッションはちなみに月単位で入れ替わります。さあこの超簡単な星1のクエストをやっていく。おクエストじゃねえや。いやモンハンももうすぐ出るからね、もう楽しみで仕方ない。ぜひモンハン好きの方はね見てってください。パワープロよりもね更新頻度は上がると思うので、てか上げていくので。さあいいですね。これは本当にワンコしか出ないからな。さあ成功。いやーまあね、アテレコ実況をなぜしてるかというと、こういうねテイク数が重なるサクセスはもう喋っててね無駄になったらもったいないじゃないですか。なんで私もねもうただサクセスやりながら喋るのもあれなんで、普通にね YouTube とか見ながらやってるんですよ。このアテレコ実況してるときは、する前は、まあ、裏事情なんですけど、ここで4タックが来る。正月記念の4タックいいっすね。でそうなんですよ。なんで、こういうね、テイク数かかるときは、アテレコ実況してるという認識で、ぜひ、聞いてってください。あ、この動画はもうアテレコしてんだろうな、と、まあ、すぐ分かってくださると嬉しいですね。こんなね、ワンサクセス50分かけてね、失敗することが続くともう悩むんでね、せめて YouTube とか、テレビとかね、見ながらやらせていただきたいという。裏事情を話していく。いやーまあ覚醒のタイミングとしてはまあそこまでいいとこではなかったですけどね。うん、まあセクニ覚醒だったら許すか。セク3だったらもうガチ切れだったけど、セクニだったらまあそこまで初期値も変わってないだろうし、
ですか。これがあるからやめられないパワープロアプリ。さあ、なぜか急速に4タックいますね。あそこに虹谷が行ってくれたら、まあそこそこ強いタックになったと思うんですけども、これもなかなか弱いミッションに行かざるを得ないな、これは。行きましたね。監督許可が上がると言われましてもね、SC 高校はもう確実にスタメンになれるんでね、全然問題ないです。このゴールの速さ。さあ、敵がもう、やる気ないでしょ、こんなの。はい。さあ、終了ですと。で、なるみの調子安定イベントは、まあ、体力的にもこれがちょうどいいかなって感じですね。ポイントを取りましたね、これは。84ポイント。馬鹿にならないですからね、これも。さあ、タックは、1人ということで、これは休むんじゃないかな。さすがに。ただ、この20ポイント取りに行った、これは休んでもよかったんじゃないか。さあ、どう来る。おっと、これが SG 高校のランダムイベントですね。はい。別に成功しても失敗しても10ポイントくらいしか変わんないって感じですね。さあ、ダブル。さあ、ポーカーフェイスは、まあ、潰せないですね。敏捷ポイントもらってないので。まあ、ここはしょうがない。もらってしまったらしょうがないが、もらってしまう。まあ、笑ってんのにポーカーフェイス教えてくんじゃねえよ。全然ポーカーフェイスじゃねえよ。という突っ込みをしつつも、セクニ4300。これはでかい。これはもうね、確信でしたね。余裕でいくと。で、早くもルシファーが来てしまう。さあ、でも成功。コントロール上げといてよかったですね、これは。ナイス選択。さあ、これは、まあ、バレンタイン前ですけどね。彼女もいないんで、休むんじゃないでしょうか。おっと？さあ、5球種目を選んでいく。七色レインボーはもう取ってるんですけどね。うん、休むでしたね。さあ、ここでまあ削るイベントも来たんでね、休んで、奥正解でしたね。さあ、このイベントもね、無駄に長いですからね。さあ、ここは、やる気。ワンダウンで回避。そしてダブル。うん、下がったところにやっぱ来ますよね。ただ、やる気は二人そんなに関係なかったんでね。よかったですね。さあ、参加する。ちなみに、このね、セクションごとのミッションをクリアすると、やる気がワンランク上がるんでね。そこが結構美味しいとこではあります。さあ、いい感じですね。正直、ミッションはめんどくさいです。まあ、久々にやったからまあ、楽しかったってのもありますけど、これテイク4くらいなんでね。さすがにそれくらいになると、ちょっとね、心が折れかけましたね。マジでね、春英強化の時にね、春英1万点出してればね、こんな苦労しなくて済んだんですけど、まあ、円卓で1万出して、時にねリーチになっちゃったんで、これはもう早めに行っちゃおうという、私の考えでした。さあ、麦茶がもうないぞ、これやばいな。あと30分も喋らなきゃいけないんだけど。じゃあワンタック、これは休むかな。それがミッション行くか。1回分練習行ける状況をねキープしてあれば、ミッションでいいと思うんですよね。うん。さあ、ミッションに行った。これは結構ね、めんどくさいミッションですね。クマがたくさん出てくるんで。さあ、ただスナイパーのこの高火力。一番レンジャーとね、バウンサー敵は相性が悪いんですけど、まあ、そこはもうタクティクスで。翻弄していくしかないですね。
さあ、この静寂な空気の中、ボスが登場しそうな空気ですね。なぜか今頭の中に星のカービィが浮かびました。なんだろう、カービィのボスといったらなんだ。もうカービィ64しかやってないからな。ウィスピーウッズとか、あとあれだわ、なんかあのサメの敵とかね、サメのボス、あと覚えてんだ、誰だっけ、ラスボスがね、全然名前が出てこないんだけど、なんか宇宙空間みたいなところでね、クリスタルの武器を使ってシューティングゲームみたいな感じで倒していくんですけど、カービィ64は神ゲーでしたね。あれは死ぬほどやりましたね。クリスタルも全部集めましたし。さあ、やっぱね、全体を通して64というのはね、神ゲーの集まりだと思ってるんですよね。まあカービィもそうですけど、あとパッと出てくるのは、まあゼルダの伝説、時のオカリナ、ムジュラの仮面、この2つは64であのクオリティを出せるというのはね、感動しましたね。いや、当時の自分はね、これが当たり前だと思ってたんですけど、今となってね、まあ、いろんなゲームをプレイしていく中で、あの年代にね、あれだけのクオリティを出せたというのはね、非常にすごいことだとね、思ってますね。まあ、あとは、スーパーマリオ64でしょ、スターフォックス、マリオパーティー、2、3、1、2、3、マリオカート、マリオテニス、カスタムロボ、あとなんだ、あれ、ポケモンのなんだっけ、ポケモンコロシアムか。ポケモンコロシアム。で、スマブラでしょ、もう数えきれないくらいあるな。あとなんだ、あとはなんだ、あ、ドンキーコング64。やばいな。言い始めたらキリがないぞ、これ。あとは、64といえば、64といえば、やばい、積んだ。絶対まだなんかありますけど、という感じで名作が多いんですよ、64は。なんでリメイクとかしてね、出してほしいですね。DS でも何でもいいんで。さあ、ミッションクリアと。何のミッションしてたのかもう喋ったら忘れたわ。さあ、ダブルタック美味しい。カグラがね、ちなみに PSR プラス4なんでね、あと1上げたいですよね。ってなると今のタックのもね、結構強くなってたと思うんですよね。さあ、このダブルはちょっと我慢ですね。ここは、まあ、2タックくらい見逃してもね、まあまあまあ、そんなに痛手にはならないんで。まあ、続きましてね。64も神ゲーなんですけど、ゲームキューブも負けてないんですよ。これが。ゲームキューブにはね、カービィのヤライドというね、超絶神ゲーがありますからね。あとはスーパーマリオサンシャイン。この2つはね、マジ2大巨頭だと思う。スマブラとか、ね、その、マリオカートとかを置いといて、その新ジャンルでね、もう、名を馳せた。ゲームで言うとね、この2つはね、超えられないんじゃないかなと思っちゃいますね。でも、スーパーマリオサンシャインで、小学生の時ね、友達が5人くらいできましたもん。それを持ってることによって。おぉ、これは強いね。それをみんなで社員をね、もう攻略本なんて当時買えなかったですからね、そんな小学生だったんで。みんなで社員をね、集めていくあの一体感、いまだに忘れられないですね。うわ、これもまあ強いですね。ただ、虹谷はコントロールコツを持ってるんでね、そこが欲しくないんで、友沢に行きました。キレとかも潰したかったんでね。ただ、ここで笑いながらポーカーフェイスをくれていく。しかも体力下がっていく。いやー、まあよかったですね、ワンタックで。ここの合宿はちょっと噛み合わなかったですね。という感じで、セクさんは、6100。まあ言ったでしょ、あとザンクですからね。あとザンクいけば OK。さあ、
死んだふりをし、光ってるよ。何を考えてるんだ。さあ、ご方向を均等に上げていく。まあ、64じゃねえや。ゲームキューブで言うとあとなんだろうな。ゲームキューブのね、マリオテニスはね、ちなみに言う、ちなみにちなむと、もう今でも、地元のね、メンバー、何人か仲いい奴らいるんですけど、そこでね、会うたびにやってますね。もうね、ゲームキューブのゲームなのにね、十何年前のゲームなのに、もうね、あれだけはね、いつになってもやりたくなっちゃうんですよね。で、もうみんな上手いんで、すごい超絶なね、ラリーを展開されるんですよ。いや、ぜひね、今動画撮ろうかな。マジでね、レベル高いんで、うん。プロの試合を見てるようなね、自分で言うのもなんですけど、プロの試合を見てるような感じで、ゲームキューブのね、マリオテニスをやってるんで、ちょっとぜひ皆さんに、今度見てもらいたいんで、まあ、忘年会もあると思うんで、ちょっと動画化しようかな。まあ、キャプチャーはないんでね、直撮りになるとは思うんですけど。さあ、この辺のミッションはね、サクッとクリアしていきたいですね。ゴーストバスターはこの編成では楽勝にクリアできます。さあ、あの真ん中のこの緑のやつが強いんですよ。さあ、無事クリア。この辺のミッションはクリアするだけで100ポイントありますからね。大きい。さあ、どうだ ?2 タック。まあ、行くでしょう。うん、これはミッションですね。ちょっと用心警護はね、難しいんで、桜の宮を入れていきます。このバウンサーレベル5の桜の宮もね、結構ね、うん、使えるんで、ぜひ見ていってください。といってもね、スナイパーが2人いるからあんまり出番ないんですけど。ちょっと迷いが生じてるが大丈夫か。このとどめを桜の実を取っていくという、いや、これはミスりましたね。金塊を取りたかったんですけど。両脇からねバウンスされてきが出てくるんで、うわ、桜の実を生かせました。さあ、ちょっとやばいがギリセーフ。さあ、ここで救世主桜の宮、これで結構安牌ですね。結構この試合は危なかった。OK です。さあ、今さら虹谷が起こる。体力削りがちょっと痛いっすね。さあ、ラスト高校ミッションやってきます。今いろんなね、高校シナリオがある中で、よくこの SG 高校のこのシステムを早い段階に採用しましたよね。こんなの普通思いつかないですよ。一応野球ゲームですからね。すごいわ、本当に。パワポケでもこういうのあったんですかね。あんまり私はパワポケが詳しくないんですけど、ちょっと危ないんじゃないの？大丈夫か？罠がめんどくさいですね、道中の。さあ、静寂の中現れる主人公がもう99レベルなんでね、レンジャーといえど
無双できちゃいますね。さあ、これ安全圏もう張りましたね。安全圏ゲットです。OK。 素晴らしい。 OK、 これはもう 100% 休みます。さあ、何をしてるんですかね。グダってなら関係ない話ガンガンしちゃうけどね。さあ、まあ今後大谷にさっきねコンボないと言ったんですけど、ちょっとプロ野球選手実装してね、そこで大谷とコンボをね組ましてほしいですね。ダルビッシュとか出ないかな。変化球速で、まあでも変化球速コントロールとかでもいいな。トリプル練習、トリプル練習持ち。いやでも近々出そうですけどね。そんな未来も遠くはないと思います。さあ、ちょい苦戦してますが大丈夫かな。ゲームも計算通り、計算し尽くされたフォーメーション。でも今後でもプロ野球選手をイベキャラ化するってなった時にね、あんまりなんか題材となる選手がやっぱ大谷というね二刀流のインパクトが強かったんで、それを越す選手は現れるのかと言われますとね、ちょっと来なそうですけどね。まあここはまあ別に失敗してもいいんで選びましたが、下を。いやー、まさかこれが残ってるとはね、当時の私も思いもしませんでしたよ。唯一の超回復イベント。 OK、 いいね、いいんだけどね、立川はポツ多いし、伸びと怪我とか持ってるんでね、潰しようがないんですよね。まあ、しゃあない。しゃあない。変化練習 GO。これはまあ、休みましょう。さあ、来るか、さらに追い打ちをかけるのか、ハゲタ化しちゃうのか。ワン。まあ、これはミッションかな、さすがに。この用心警護、ちょっとレベルが低いのが余ってたんで行きます。みかん食おうかな。さすがにでも実況中にみかん食うのはちょっとやばいよな。いや食べよう、水分補給にもなるんだ。こたつにみかん、そして実況、これはたまらないですね。最近知ったんですけど、 PS4 って画面のキャプチャー機能が元からついてて、キャプチャーボールとか必要ないらしいんですよね。なんでパソコンさえあればもうそのままね USB 経由でもう画面取れちゃうらしいんで助かりますね。もう PS4 さえ取ればもう実況できちゃうみたいな。いやー、もうモンハン PS4 セットみたいなのがあればすぐ買いたいんですけどね。うまい。実況中にみかんを食った男として連れにあげられないかな。さあ、ゴーストバスターはね簡単にポイント稼げるんで美味しいですね、みかん同様に。
特に喋ることなくなってきたんだけど。うん。がね、立ち回り全然わからないんで、誰かに教えていただきたいですね。さあ、虹谷が完走しそうですね。まあ、筋トレ変わりますけど、成功率が変化量を上げてる分ね、強肩の方が高そうだったんで、下を選びました。まあ、ピンチャンでもね、行くことは、まあ、確信できてたんで、全ピンで行きます。で、新しく追加されたね、9回ちょっぴり操作みたいな。あれもやろうか気になったんですけど、まあ、これでいいかなって感じですね。綺麗のお得、試合は倍速でお送りします。いや、まさかの5方向。いやー、一点入っちゃうんですね。これが、ボテボテで。さあ、ここで、セーフティーバントをしていく。さあ、満塁から。2点取りの。いやー、しらす相手に苦戦してますね、これは。鮭のカンパチ。そして、津田。タイとかいないっすよね。イカはいますけど。タイの方が強そうなの。うなぎ。カンパッチ。さあ、この鉄腕が朽ちる前に、ケイ。ケイです。いや、苦戦したな、結構。さあ、どう来る？トリプル！これは大きい。500点練習。半端ないっすね。さあ、2者に完走。おーい、成功していく。よかったですね、この選択は。ポイントが50近く変わってくるんで。さあ、トリプル連打。これはまあ、やばいぞ。ミッションを上回るぞ、これは。まあ、私上はさすがにこのメンバーじゃね、無理なんで。いやー、これは美味しいですね。オーバーキルと言っても過言ではありません。これも来てなかったんかいというね。虹谷が4周連続来るというミラクル。で、大筒。大筒はちょっと要注意ですね。強いんで。さあ、何を取るか。強切れと。ドコンはちょっと取れないですね。ジャイロ、内角。内角取らず、変化を上げていく。さあ、実況時間も残りあと10分と回りました。正直早く終わってほしいが、オート失点してましたね、今。さあ、謎セーフティーバントでアウトになっていく。まあ、ここはもうナイスピッチ、ガンガン使っていく感じでしたね。さあ、佐伯ちゃん。佐伯、初めて読むのかな？さ
さあ、痛烈な打球だが処理していく。オッケー。SG は守備に定評ありますからね。まあ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 、ちょいマイナスって感じでしたね。で、最後、ミッションもそこまで美味しくなかったんで、ここは、休むを選択しています。さあ、どう来る甲子園。ワンタック。まあ、ここはスカートもいるし、カグラのコツは全部潰してるんでね。守備練習に行くと思われます。結構コツ取ってんだよな。さりげなく。さあ、終練習。というわけで、どこだ？マーチェット高校。挑んでいく。さあ、1球一瞬にかける夏が。さあ、ツイッターでも見ながら、何か話題ないかな。冷静の査定、喫茶店50なんですね。あ、39.2 か。冷静は結構査定高いらしいんでね、皆さんぜひ積極的に取っていきましょう。いや、これさ、今ツイッターで回ってきたのを見たんですけど、野手で1万点、国設野手で1万点出してくれて、今やばいっすわ。いやー、しかも真似できそうだしな。俺はね、尊敬の眼差し。まあ。これにて私もね、シナリオ社長になれたんで、もう北摂は強化待ちですね、完全に。エンタクル SS にできたのかな、すごいよな。とりあえず大谷に期待という声は大きいですね。うわ、まさかの甲子園で練習をかみっていく。いや、すげえ経験点が出そうですね。ただ激闘ということで、ちょっと怖い高校に当たってしまいました。さあ、ノルコも振って、これ相手のピッチャー大東っていうのに気づいてね、すげえなんかおおってなりましたね。結構やらしいっすね、こいつ。カーブシンカーで。さあ、ここでセーフティーバントを狙って、ここで絶妙なバントを決めていくからの犠牲フライ。さあ、シブヒデ覚醒は来るのか。シブヒデとかも出たらミキサーすることしか考えられないですよ。片桐蓮やゲッツーと同じの遠藤由里香さんが声優アーティスト活動引退を発表。そうなんだ。残念って残念なのか分かんない。レンちゃんのユニフォームバー来た時どうすんのよ。別にダンジョンでパピオン使ってる方もいらっしゃいますね。いやー、面白いな。
ちょっと自分もいろいろね、今ちなみにちょっと今ダンジョンでやりたいデッキあるんですよ。ただあと1解放できてないというね、残念なことがあるんで、明日のガチャとかでなんかパッと出てきてくんねえかなとか思ってるんですけどね。さあ無事に勝って、また来ちゃってるんですね。完全に画面見てなかった、当てりこ忘れてたわ。これ経験ってやばいでしょ、正直1万1000とかいくんじゃないかって思ってましたね、この時は。さあどうするんだ、もう精神ポイントは諦めて得の取ってますね。円卓、画面板はどこ行ったんだよマジで、円卓高校で画面ガラハードとかどこ行ったのかな。お前は感じのモブだけどね。さあ画面が来ると思ってたけどな、正直。ああさあ打者としても優秀ですが、抑えていくトリスタン、モンストでもいますねトリスタン。さあパーシバル、ケイ、さあガウェインとの3度目の対決か。ちょっと危ない。さあここで取られていく、うかつだったか。そして騎士ダマン、ゲイ、オッケー。さあなぜか振り逃げ、何してんねんキャッチャーマジでっていうね。ただこの悲劇は終わらないんだよな。さあナイスセカン、モーリリン、モーリリン、いやマジでね、この後衝撃の出来事が起こります。さあ2アウトまで行った、さああと1ストライク、ただナイスピッチができず、このインローのスライダーを透かしていく、もう何してんねんっていうねマジで。桜の宮を早くクビにしてほしかった、この決勝で。これ自責3嘘でしょ、自責2でしょ、あいつのミスで負けたって感じですね。しれっと司令塔みたいな顔しやがって。という感じで、今回の SG1 万点チャレンジ、どうなったのか、デラレン !1814点、余裕のクリアでしたね。いやー、ようやくタックがハマってくれたんでね、達成することができました。皆さんもね、ぜひ、早編でね、染めれば、まあ、簡単にできるんでね。簡単ではないですけど、まあ、ハマればできると思うんで、もう本当に暇な時にやってはいかがでしょうか。無理してね、シナリオ社長とか目指さなければ、やる必要もないんで、うん。まあ、ぜひお暇な時にやってみてはいかがでしょうかと、最後に言いたいと思います。ちなみに、選手ランクは？はい。これでも6まで行きましたね。さあ、自己ベスト9918から、19から、はい、1814点。さあ、SG 国名人。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じで、いやー、ようやく長い戦いから解放されましたね。今回の動画は以上となります。チャンネル登録、ぜひお願いします。では、失礼します。See you!